アビ・モーリッツ・バールブルクはドイツの美術史や1919年からハンブルク大学の教授を務めたハンブルクの富裕なユダヤ人銀行家の家庭に生まれ育つ祖先はイタリアからドイツに移住したセファルディムであるボンとミュンヘンとストラスブールで考古学と美術史のほか、医学、心理学、宗教史を学ぶ博士論文のテーマはボッティチェリの ビーナスの誕生とプリマベーラだった。長男だったが家業の相続を嫌い、家督を弟に譲る代わりに成果の経済的援助で研究を続けた。1896年には米国に旅して、ホッピ族に関する人類学的研究を行っている。うつ病と統合失調症を患い、1921年、スイスの黒いツリゲン園にあったルートビヒビンスバンガーの、 神経科医院に入院。1924年、医師や患者仲間たちの前で高度な学術的講義を行うことで正気を承し、退院を許される。晩年の5年間は、精神病の再発を気遣いつつも、未完に終わった胸モシュネアトラスの主要論文を執筆。ハンブルクで心臓病のため死去。研究のために収集した書籍、映像資料を、 施設のバールブルク文化学図書館で公開していたが、バールブルクの死後、ナチスの台頭を避けてロンドンに移転。現在はロンドン大学付属のウォーバーグ研究所として運営されている。ありがとうございます。